人気エコカー、新型プリウスのブレーキ問題で、トヨタ自動車は、販売された車を無料で回収し、修理するリコールなどの実施を検討していて、近く結論を出す見通しですリコールが実施された場合、日本とアメリカで30万台近くが対象となる見込みです、す相次ぐ苦情の原因とされる ABS ・アンチロックブレーキシステムを制御するソフトの修正を行います。 トヨタはまだ決定していないとしていますが国土交通省やアメリカ運輸省と調整し近く結論を出す方針ですまたプリウスと類似したブレーキシステムを採用しているサイなど他のハイブリッド車についてもリコールを実施するかどうかの検討に入っていてプリウスと同時に実施する可能性もあります